大雪の影響で運休が続いていた札幌圏の JR は、今朝から全ての列車が平常通りのダイヤに戻りました。毎日通ってるので安心してます。地下鉄駅まで40分かけて歩いたりとかしたので、今日から平常通りって書いてあったのですごく良かったなって思います。雪を抱え列車が動けない状況となっております。現在のところ運転再開の目処は立っておりません。今月6日、JR 平和駅で乗客が撮影した映像です。電車の前には今まで目にしたことがないほどの大量の雪が溜まっていました。このように雪で動けなくなった列車が続出し、職員が手作業で雪を掘り起こす事態となりました。平常ダイヤに戻るまでおよそ1週間、鈴木知事と JR 北海道の島田社長が面談し、今後同じようなことがあった場合には地域と連携して対応していくことなどが話し合われました。災害級の事態が発生したときにどう地域との連携をしていくべきかということについて議論を進め、改善策を作ってまいりたいと思います。想定を超えるような状況というのをある種、想定をしながらというかですね、関係者が連携していくことが重要だと思っています。また道運輸局も島田社長に対し、今回の件を徹底的に検証し改善策を検討して報告するよう指示しました。